コタマガイは、マルスダレガイカに分類される二枚貝の一種である。極東アジア沿岸の長艦隊から水深50メートル程度の砂底に分布する。拡張70ミリメートル程度になる比較的大型の貝。広く、食用とされる。拡張72ミリメートルほど。側面からはハマグリに似た形状であるが、貝が、 全体に薄く前後に長い。後端はやや切断状。腹縁は厚く、やや張り出しつつ中央付近側面から、やや直線状となる。拡張後方に弱い放射細あばらがある。細かい矢白模様と三本の黒褐色の放射彩りがあるのが基本だが、アサリやハマグリなどと同様に個体ごとに色合いや反紋が異なる。聖事には、 赤みのない黒っぽい色や灰色がかった個体も、調理等のため加熱したり、古くなった標本などでは、褐色となる。同所的に生息することもある同族の置きあさりとよく似ているが、大型個体では、殻の輪郭が、他の二種が、三角形なのに対し、小玉貝は、卵形に近づくため区別は、比較的容易である。一方、 拡張 1cm から 4cm 程度の幼いでは、両種は酷似するが、幼がいについては、以下の3形質の組み合わせで、区別可能であるという。また、3mm 以下のものでは、置きあさりには、拡張部に、明瞭な放射彫刻があることで、区別されるとも言うが、両種は、自然環境下で雑種化することがあるとも言われる。 長官体から水深50メートルにかけての砂底に生息する。砂中に潜って生活する。マイザイ性ベントスで伸ばした水管から水中のプランクトンなどを取り込んで餌とする露化食者である。20世紀中は吹き上げアサリ属ガンフェナやその亜族としてのマクリディスカスに分類されていたが、遺伝子解析の結果などからガンフェナとマクリディスカスとは、 赤レベルで異なることが判明し、両者は殻の構造なども異なることからマクリディスカスはガンフェナとは直接の類縁のない太平洋西部に固有の独立の属とされるようになった。マクリディスカスの種は互いによく似ているため、21世紀初頭までは研究者によりマ玉貝と沖アサリの2種とする見解や、これら全てが同種で1種しかないとする見解も示されたりしたが、 遺伝子解析や詳細な形態研究の結果から2018年、現在は、夏季の3種に分けられている。美味であり、広く、食用とされる。1970年代半ばに、茨城県や千葉県で大発生した際には、外見が一見ハマグリ類に似ているため、ハマグリとして流通し、 チリシ交換からの転身組を含めたゲリラ業者による移動販売のハマグリ売りが増えたとする新聞記事がある。この記事によれば当時のハマグリが1ラムあたり800円であったのに対し移動販売の小玉貝は1ラムあたり250円から300円程度で売られていたという。小玉貝の坂虫四国地方にはこそでかい伝説があり本州は 小袖貝と呼ばれる。ありがとうございます。